静岡市歴史巡り町話。今日は静岡病院のお話です。徳川慶喜による大政奉還の後、明治元年、徳川家を継承した徳川家達は駿府藩主となり、徳川家の家臣たちとともに駿府に移住しました。その中には優れた爺たちも含まれ、その一人が蘭方医だった林健海でした。明治2年2月、藩立駿府病院が設立されると、林は初代病院長に就任しました。明治4年、初代病院長の林が静岡を離れ、その翌年に廃藩置県が行われたことを機に、静岡病院は一旦廃院となりますが、明治9年に館町に場所を移して公立静岡病院が開院。明治38年に静岡市立静岡病院と改称されました。館町の静岡病院は70年にわたって医療に貢献しましたが、昭和20年6月、太平洋戦争中の静岡大空襲によって焼失してしまいました。戦後、現在ある大手町に静岡病院が再建され、空襲の炎から患者たちを守ろうとして殉職した8名の看護師たちの慰霊碑も建てられました。毎年静岡大空襲のあった6月に慰霊式が行われ、傾倒式で先輩たちの志と静岡病院の明かりを守り続ける決意が新人看護師へと受け継がれています。平成28年に静岡市立静岡病院は地方独立行政法人に移行、断らない救急を目指して静岡市の救急医療を支えています。ハートセンターでは専門性の高い先進的な心疾患医療を提供しています。新型コロナウイルスの感染拡大に際しても、静岡病院は率先して重症患者を受け入れ、静岡の医療を支え続けました。静岡市歴史巡り町話、今日のお話はこれにて。いざという時に助けてくれる病院には感謝しかないですよね。